どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。プロマッケー VTuber のカワレケンル、略してカワケンです。さあさあさあ、前回ね、最初は奥の方、ここの水晶山の奥の方に進む予定だったんだけど、なんか、途中でボスに出くわしたんで、そいつと戦いました。はい。というわけでね、今回は、前回途中だったその奥の方、行きたいと思います。こう上登ると。結局、ここどうやって行きゃいいんだろうって話なのよな。まあ、いいか。こっちから。あいつも復活してんな。うん。強いな、2発で倒せんの。よいしょ。万全の状態よ。いるね。ジャンプしてりゃいいんだな、こいつは。で、これさ、そもそもこれでいけんな。これはこっちで勝負しようか。いった。ちょ、待て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 。待って待って待って。ああ。死にまくり。で、やばいやつはミスター。ジャンプ、はい。直しといて回復。とりあえずここにいる敵は全員倒しとかないとね。お前が苦手なんじゃ僕は。ああ、早い早い、出すスピード。待って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 。そんな離れんでも。嘘ん？待て来た、よし。はあ、こんなに食らうなんてさ。で、上にもいるんだけど、まあ一旦これね、切っちゃおうか。シャギーン。あとちょっとだね。3、4つぐらい。上にもいるんだよな、同じようなやつが。まあでも頑張っていきましょう。間違えた。よし、回復。ああ、また落としちゃったな。しょうがないか。来いよ。来てる来てる。うん。こいつとの攻撃のあれが合わない、本当に。よし。でもなんか、ちょっと慣れた感はある。そこ取るか。こうか。よし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 。で、そうだね。あとどこだろう。やべ。ちょっと待って。困るな。ここか。オッケー。オブブライン、あと一個。もう一回戻るか。よし。よし。せい。はい。こう進みの。もう敵はいないからね。落ちなきゃ。クリアできるね。落ちなきゃ。はい。よし、これで花が咲いたはず。ちょっと見てみよう。来た。花じゃなかった、間違えたこれで安心して先に進めますね。上もなんか行けそうだったんだけど、あ、上と下は違うのか。じゃあ下行こうか。わお、これどうすっ
かな。わざと当たる角度さ。ほら、よしよしよし。あいつよ。あ、いるねー。むずくない。あ、でもこれ無理。マジ。じゃあ、上に行くしかないのでは？あー、でも上に行っちゃうのか。ダメ。あー、待って待って待って。死ぬ。よし。オッケー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 、いけたね。お前敵じゃないよな。よかった。なんか倒せてるんだけど、倒せるのか。キュキュキュ、回復。あとは上の方行くだけ。うう、待って、うん、待って、あ、危ない危ない危ない、あ、危ない危ない危ない。ここは普通に、あ、よかった、いけた。めっちゃ怖いんだけど。一回回復しに戻るか。この HP じゃやってけんやろ。敵が復活することになったとしても戻るべきなんじゃないのか。いや、進もうか。あえて。案外なんか楽なのかもしれないし、敵倒して回復できるしね。よし。別にもうここは敵いないからな。よいしょ、よいしょ。で、こっち。で、こう。はい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 。ここだね。いっぱいいる。タイヤリーぶつかっちゃったー。やらかしたなー。地図が更新されました。あー、上につながっ続いてるんや。へえ、行きますか、上に。いつもここで引っかかる。はい、よいしょ、あれ、よいしょ、よしよし。で、まあもう下行く必要はないから、ここから、はい、と。オッケー、まだいるはず。ナイスー。で、君はとても苦手なので、なんかね、発射するタイミングが分かんないね。危ない。よし。で、こっちに向かうと。うわ、当たる。落ちてく。バイバイ。よし、こんだけ HP あればいけるだろう。どこにいんの？いった。倒せん。よし。そこか。よし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 。登り続け。あー、出た出た出た。ああ、回復。危ね。ああ、当たる。倒す。オッケー。回復。さあさあさあ、どんどん上に登っていきます。あれ、ザメツがいる。両方いるね。
ちょっと嫌だな。こっちだよ。おいでおいで。よしよしよし、なんとかついてきた。オッケー。おう、回復。オッケー。このまま上に登る。うう、いるね。はい、倒す。上に登っていきましょう。まだいるな、多分敵いたね。あー、当たる。まずまずまず、待って、念撃で当たっちゃうか。回復。まだいるな、多分。ここなんもないでしょ。上か、すごい上が続いてんのか。あれ、でもいけない。あ、いけるね。なんや、まだ水晶山。水晶山のようだが、どうした。うわ、壊せないもんな。え、むずくない？こうか。やばい。ちょっと無理やりにでも。待って待って待って。オッケー、倒したはいいが、お前も倒さないと。なあ。回復。ああ、死ぬとこだった。ここはどこ？マジ？千葉なんもないでしょ。え？こう？そうっぽいね。オッケー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 。で、ここはなんもなし。はい。なるほどな。危ない。ここを。こう進み、さらに上に行く。なに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 、あ、ハローネストの頂。絶対何かあるだろう。え、なんもないのか。めっちゃ光ってる。なにこれなにこれなにこれ。あ、なんかある。調べる。蒼白の宝石をゲットしました。2つ目。よし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 。これが全てなのか。どうなんだ。こっちから先行けないもんね。降りるしかないよな。そうだよね。え、どうなんだろう。ちょっと待って、こっちからジャンプで降りれたりしない。行けそうだな。下に行った。あ、へえ、ここに繋がってるんだ。なるほどね。なるほどね。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。見事ね、ハローネストの頂まで行くことができました。そして、蒼白の宝石また手に入れてね。これ多分だけど、これでもう強化できるんじゃないかな。まあ、ちょっとね、その辺いくつで強化できるか調べつつ、強化できそうだったらそっちの方行ってね、釘鍛冶の方行って、武器を強化してから先に進みたいと思います。お楽しみに。それじゃあまた、さよなら、バイバイ。